食べたいと思います。よし、パはい、どうもパテモス協会でございます。というわけで本日は日曜日、ただいま12時20分でございます。というわけで本日はどうしても食べたかって、で最近ちょっとあのケチャップあんの良さも知ってきたので、天津飯ケチャップあんにさせていただきました。味付けは適当です。白だし、シャンタンデラックス、醤油、ケチャップぐらいかな、うん、ポン酢とかも入れてもいいかもしれんけどね。そしてシーフードヌードルレッド、まだ残ってます。まだギリギリありました。はい、というわけでこれで食べたいと思います。はい、食べよう。レッドシーフードヌードル、まだ食べられるこの幸せ、うん、そして本日は昨日の夜嘆いておりましたが、ソフビの武器が見つかりました。こんな嬉しいことはない、うん、ありがてえです。見つかりました。日頃の行いがこういう時に現れますね。うん、よかったよかった。はい、ピントがバカですね。商品レビューモードじゃないからですか、これは。本当にこんなにおバカなカメラは見たことがない。こんな感じですね。はい、ピント書いといて、俺のとこに。はい、というで、いただきまんもーす。うん、うん、毎日うまいわ。多分レッドシーフードヌードル毎日うまい、うん、毎日食べてないけど毎日うまいと思う。片目が見えない。うん、本日はね、お仕事ね、忙しくさせていただいておりますが、最近またちょこちょこね、仕事なんですかというコメントもありますので答えますと、レッサーパンダの調教師です。はい、そういうことなんで、うん、まあね、レッサーパンダの調教師、信じるか信じないかはあなた次第、まあそう言っているということをまたお察しいただければ、大人であればね、そういうことです。うん、まあだもんでね。あとはまあ動画詳細欄の、あの一読してくださいっていうブログがなんかリンクがあります。それ読んでくださいね。動画詳細欄読みなさいよ皆さん、ちょっと1回ぐらい。うん、熱々のカップ麺をラーメンを麺をすすったところで電話というね、うん、まあ仕事がね忙しいのはありがたい、うん、頑張るぞ。もう今日で折り返しやからな今月。うん、天津飯がね非常に食べたかった。あとこれしめじを使いたかったんですよ。でカニカマもね、昨日ちょうど安くで売ってたんで買ってきたんで、いっぱい入れました。熱い、うん、ケチャップうまいな。ケチャップは否定派やったのケチャップは否定派やったのうまいわ。うん、まあおっさんだって味覚も柔軟になったいうことか。昔はねこのケチャップパンとかマジかんといった時ありえへんと思うんだけど、関西から行くとやっぱね、そばの出汁のあの甘さとかさ、あの立ちそばとかのね、うん、
もんじゃ焼き食いに行ったら焼かされるとか、うん、お好み焼きも自分で焼くとかね、店でね、なかなか信じられなかったけど、そばとかになると今やとね、やっぱちょっと甘めの出汁の方が、うん、そんな長く関東に私も3年ほどしかいませんでしたけど、まあ、そこから随分経ちまして柔軟に受け入れられる年になったのかななんて思ってます、うん、なんか男だけかもしれんけど年重ねるごとに好き嫌い減っていかね、うん、うん、私結構ね子供の頃とか若い頃は結構偏食気味で、今のこの飯動画投稿してるのでは信じられないと思いますけど、食に対してこう興味なかったんですよ。だから今の一日飯食わへんとか全然平気だったんですよ。めんどくさいって、めんどくさいし食わへんとか、うん、米も茶碗に半分ぐらいでいらんかなみたいな、うん、かといって飯の時に酒飲んでたタイプでもないし今や男の二合飯じゃええ言うてるのにおっさんになってしまいましたけど、米もうまいし、昔はそんなやったんですよ、うん、そんなに飯に執着心がないというか、まあ、今だに食わへんかったら食わへんでいいかなって感じもするんだけどね、うん、私出かけて動き回ってていろいろ行ってたら飯食うのは夕方になったとか結構、まあ、仕事でもあるじゃないですか、私の場合仕事の方してた飯食うの夕方になったし晩飯と一緒とか、うん、いかに平気なんですね、そういうの。でもその当時ってもう嫌いなものすげえいっぱいあって、牛肉もう焼肉嫌いだったんですよ、うん、すき焼きとか焼肉とか行きたくなかったし食べたくもなかったし、今でこそこのレンチンでご飯食べてますけど、レンチンした米なんか食いませんでしたからね、もう嫌で、レンチンしてたら嫌やったんで、まあ、でもあれはおかんの保存状態が悪かったよな、すぐ冷凍するじゃなくて置いてたやつをレンチンしてたからさ、もうレンチン飯ってすぐ分かるようなあれやったんで、で納豆とかチーズとか牛乳とか乳製品、ヨーグルトとかアイスクリームとかそんなの食べてたけど、クリームチーズとかね基本食わないな、うんうん、漬物も嫌い、うんうん、魚とかもうめんどくさい、刺身とか別に全然好きでもなかったし、うん、焼き魚が全然食いたくもなかったしね、カニも嫌、剥くのめんどくさいし、エビとかもエビフライとエビ手間すぎですけど、バーベキューとかで、ね、焼いてあるエビ剥くぐらいだ、殻ごと食うっていう剥くぐらいだったら、うん、まあ、好き嫌いっていうのも多かったけど、それ以上になんか面倒くさかった、食べたくないっていう、うん、いう感じの若かし頃だった俺が、焼き魚は食うし
魚も好きやし、ね、納豆も食うし、チーズもそこそこ食える、うん、漬物も、まあ、ぬか漬けはまあ好きじゃないけど、たくあんとかとね。でも、まあ、食えっちゃで食うし、出てきたら、そもそも残さねえっていうね。うん。うん、なんかよくね、飲み会、まあ、飲みに行ったりとかよくしてたんで、昔は飲みには行ってたの、昔からね。なんか酒飲み自慢とかさ、あとなんかさ、残ってるやつ全部平らげる、もう全然食えるでみたいな言ってさ、ひしってなんかさ、パフォーマンスか受け願いか人気者になりたいかわからんけど、食うてるやつらをね、俺はね、冷めた目で見てた人間やったんですけど、うん、今となるとね、食べ物は大事ですよ、うん、大事というか、それは食いきれよって思うよな、うん、人が残してる分にもさすがにね、まあいいかなと思ったりとか、もう俺が食える前で食うけど、自分としてやっぱね、米粒一粒たりともね、できれば残したくないかなと思って生きております。うん、おっさんになってからや、飯がこんなにね食うようになったのも、うん、若い頃はほんと食わなかったな、うん、そんな思い出話をした十数分でございましたけども、いかがだったでしょうか。そんなこんなのパテモソ教会もただいま1時34分ぐらいになっちゃいました、うん、この後私も12時34分になりました、まあ、この後私お仕事を今日立て込んでおりまして、まあ、今週水曜日木曜日で暇だった分、ここでね頑張って取り返さないといけないので、この後一生懸命働いて明日から休みを満喫したいなと思っております。で、皆様ね3連休だと思いますけども、はい、まあ今日も一日、うん、休日を謳歌してくださいませ。そしてお仕事の方は一緒に頑張りましょう。というわけでごちそうさまでした。ほな、熱い。